輝く夜空が教えてくれたのは、今私がしなきゃならぬこと。とにかくもう女の子に生まれてきたキャラは、私にしかできない。恋してみたい。小さな頃夢見てた幼稚園の先生とはちょっと違う進路を選んだ。憧れてた近所のお兄さんもすぐすごい綺麗な人と結婚するってママが言ってた。日々変化するバカ人生、なんとかするキャラない人生。ウォーウォーイェイェイ、女の子って不思議、尽くしてんじゃなれない、求めながら生きている。ウォーウォーイェイェイ、正直言ってんじゃない、あいつにちょっと I love you、 どうやって距離縮めようかな。本当はね、そう悔しい、負けたくない、世界で一度ハッピー目指すんだもん。そろそろちっちゃい子の胸に秘める情報たち、勇気持ってみんなに伝えなきゃ。そもそも男が求める条件は、吸収力、粘り、やわやわ力。小さな頃信じてた、大きくなればテレビ出て、可愛い僕で歌を歌おう。いつの間にか愛読書、バイト雑誌とファッション誌、友達と回し読みしてる。あの子になんてイケメンのキャラクター的なプカボヘイ。ウォーウォーイェイェイ、女の子テレバルに負けたくないし頑張る、お土産と服も買う。ウォーウォーイェイェイ、正直言ってかっちょいい、あの子にちょっとジェラシー、どうやって貸し抜こうかしら。本当はね、サボりたい時もある。世界で一番ハッピー目指すわ。ただほんとはね、サボりたい時もある。世界で一度ハッピー目指すわ。